美しい世界を守るために戦うよ。ウェンディは見つかった？もう時間はないわよ。あと2分でエスキューバルキリーがニュージーランドに到着するわ。レゲントロピーの空中戦艦ももうすぐ着くはずよ。ああもう間に合わない。エスキューバルキリーとレゲントロピーの部隊のことは心配しないでいいよ。まさか学園長、エスキューバルキリーの待機命令を出せるんですか？残念ながら私にその権限はないのよ。でも彼女たちの位置を知る権限ならあるよ。まさか。正解！公共チャンネルでエスキューバルキリーの位置を実況したわ。レゲントロピーの通信システムが進んでいるから実況放送は聞き取られるはず。それならキツネたちはエスキューバルキリーに奇襲をかける選択をするはず。なるほど、道理で遠くから爆発音が聞こえるのね。自分の人を売るのはいささか不本意だけど、エスキューバルキリーもそう簡単には負けないわ。レゲントロピーの連中が時間稼ぎをしてくれるといいね。よし、次は私たちの番よ。行動を開始しよう。ティアナのターン。審判の時は来た。花火でもする？マントが長くなったからちょっと全身。目標が現れた。ティアナのターン。文句はないよね。やっ、決戦の時が来た。私は真っ暗な空を燃やし尽くし、光をより彼方へと届ける。美しい世界を守るために戦うよ。で、話は戻るけど、テレサってそのエスキューバルキリーと仲がいいの？そこまで親しくはないよ。彼女が A 級バルキリーになりたての頃、私の指揮官にあったので。それって親密な上司と部下の関係じゃないの？そこまで親密じゃないの。その言い方からして以前何かあったの？大した問題じゃないよ。前に話したでしょ、あのエスキューバルキリーは天才レベルの真面目だって。うん、その真面目さゆえに私は息が詰まる思いだったの。彼女からすれば上司が軽々しく喋ったらダメだし、昼夜問わずに仕事に専念しなきゃダメだって。私がちょっと聞いただけでも恐ろしい。私の上司が姫子のようないい加減な人で助かったよ。もしもし、今通信中なんだけど。でもその後やっと彼女に煩わされずに済む方法を見つけたのよ。方法？どんな？それは私個人の秘密よ。キーワードはローランド。彼女がうるさい時にはこの言葉さえ口にすれば静かになってくれるよ。行動を開始しよう。やろう。ティアナのターン。はっ、やっ、決戦の時が来た。喧嘩準備。Yes!
審判の時は来た。やっはっはっ。ウォーミングアップ完了。これからは熱演粉塵。みんなの祝福を胸に前へ進むよ。美しい世界を守るために戦うよ。しつこい。それならあなたたちを懲らしめてやるわ。ふん、それはこっちのセリフよ。ウェンディちゃん、信じて。あなたは崩壊エネルギーに侵食されて自分を見失ってるだけよ。ギアナ、待ってください。ブローニャはウェンディと少しお話がしたいです。来ないで。嫌よ、話なんてしたくない。ブローニャお姉ちゃん来ないで。ウェンディを見ているとブローニャは思い出します。孤児院にいた頃、ゼーレという子がいました。ゼーレはウェンディみたいに強くて優しい子だった。ゼーレも一度は崩壊に意識を操られましたが、最後は打ち勝ちました。ブローニャは改造手術を受けた時も苦しかったんです。今でもですが、一筋の希望さえあるなら前を向くべきです。ブローニャにはウェンディの苦しみが分かります。だからブローニャは苦痛に耐えているウェンディの強さもよく分かります。だから諦めないでください。ブローニャはずっと信じています。私、ブローニャお姉ちゃんを信じる。ブローニャお姉ちゃんが私を信じてくれるなら私も自分を信じてみたい。よかった、ウェンディちゃんの意識が回復したみたい。はあ、ほっとした。グズグズしてないで、早く一緒にハイペリオンに帰ろう。私たちはみんなすごいバルキリーだから、もし崩壊に操られたらすぐにでもやっつけちゃってたよ。ウェンディ、安心してください。ブローニャと一緒に帰りましょう。そうだ、ブローニャお姉ちゃん、またあのロボットに乗りたいんだけど、いいかな。いいですよ。重装ウサギ 19C 起動。ブローニャ、親愛なる我が娘よ、今すぐ第四律者を回収しなさい。第四律者は重要な実験サンプルなのよ。回収できなければ殺してしまいなさい。天命の手に渡らせるわけにはいかない。あなたったらジンアの意識が強くなってきているみたいね。ですが抵抗は無意味。最高権限司令、第四律者を倒せなくとも引き止めておきなさい。主力部隊がもうすぐ到着するわ。最高権限司令入力。重装ウサギ 19C 狙撃モードにチェンジ。第四律者を攻撃。やめて、ブローニャちゃん何してるの。ブローニャお姉ちゃん、どうして私を攻撃するの。まさか、さっきの話は全部嘘だったの。私、もう誰も信じられない。目標が僕はこのレッスン全てを断ち切る。ラッキーボンド試してみる。みんなの祝福を胸に前へ進むよ。ああ、しつこい。粘り強さこそ私の長所よ。まだまだいけるわ。残念ですが、これ以上は待てません。全
戦術機構ステルス解除。目標第四律者。そんな律者を一撃で倒すなんて。新しい戦術機構なかなかのものではないか。彼女を弱らせたあなたたちに感謝せねばならないな。おっと、忘れるところだった。ここに律者がもう一人いることを。ブローニャ、我が娘よ、第三律者を捕獲しなさい。何？はい、お母様。メイ先輩、ブローニャちゃん。どうして。ライデン・メイの捕獲完了しました。残り1名。周囲に天命部隊を確認。接近中です。ふん、命拾いしたな。全軍飛行せよ。メイとウェンディはネゲントロピーにさらわれてしまった。後から駆けつけた姫子はキアナしか救出することができなかった。食いながら聖フレイヤ学園に戻ったキアナはメイ救出作戦を練り始めた。美しい世界を守るために戦うよ。いいでしょ。エスキューバルキリーを騙して少しだけの時間を稼いだよ。すごい、テレサちゃん愛してる。それはそうと、早くウェンディーを見つけないと。エスキューバルキリーと会えなくて内心ちょっと残念だけどね。今の間抜けなあなたじゃ彼女との訓練で殺されてしまうよ。え、訓練で死ぬってどういうこと？この世に本物の変態がいるとしたら、彼女のことよ。延命にいる3人のエスキューバルキリーのうち2人は驚異的なテンポの才能を持っているけど、彼女だけは圧倒的な努力家だよ。他2名のエスキューバルキリーが1回でできることを彼女は10回も20回もやらないと。100回やるのが彼女だ。でも彼女が一般人なら100回やっても無意味でしょう。少なくとも彼女自身が努力型だと思っているから努力次第で何でもできるって考えてる。例えばあなたは理論試験の成績が不合格だと彼女に伝えれば、彼女ならきっと毎日26時間勉強させるだろうね。問題を出し続け、あなたが試験の要点を覚えるまで。はあ、そんなの悪夢としか思えない。じゃあやっぱり会いたくない。何にせよ私はテキストを見るだけでこの世界に生まれたことを後悔するんだから。やろう。過去にもこの道を歩いた人もいたんだよね。やっ、はっ、やっ、はっ、キアナにターン。はっ、やっぱり地面に足がついて決戦の時が来た。やっ、はっ、やっ、はっ、私の番、文句はないよね。はっ、やっ、はっ、はっ、やっ、キアナにターン。花火にする。やっ、ふっ、私の番、文句はないよね。私の火はまだ消えない。ウォーミングアップの時間だね。やっ、決戦の時が来た。やろう。ふっ、ふっ、やっ、ふっ、やっ、せっ、はっ、はっ、私の番、文句はないよね。花火にする。ふっ、やっ、ふっ、やっ、キアナにターン。やっ、と、やっ、この列車すべてを断ち切る。花火にする。はっ、ふっ、やっ、せっ。
盤、文句はないよね。みんなの祝福を胸に前へ進むよ。美しい世界を守るために戦うよ。どうしよう。どうしたの？ヴィランデルからもうネゲントロピー部隊を撃退したって通信が入ったのよ。さすがは S 級バルキリーです。私にだけ現在位置を教えたのに、なぜネゲントロピー部隊に襲撃されたのかに聞かれたよ。だから学園長、騙すのは良くないですって。とにかく合理的な説明を考えないと。さもなければ、さもなければ、まだ彼女は報告に行っていないはずだけど、絶対に丸一日お説教されるよ。うん、でも私には関係ないと思います。逃げ切ったと思うのか、姫子少佐。行こう。ウォーミングアップの時間だね。私の番、文句はないよね。決戦の時が来た。美しい世界を守るために。どうしよう、ヴィランデルを騙せる口実を思いついた。学園長、一つ思いつきました。天命組織内にネゲントロピーのスパイがいて、位置情報を漏らしたというのは。ダメ、それじゃあ天命内部で混乱しちゃう。ブローニャの案は、ネゲントロピーが今回の崩壊を招いたものが S 級バルキリーを狙撃することだったため、彼女が到着してすぐマークされたというものです。かなり合理的な感じね。でも S 級バルキリーをターゲットにするには今回のネゲントロピー部隊は戦力が足りなすぎる。やっぱりバレちゃう。じゃあやっぱり私のアイディアで、ヴィランデル部隊が実際に通ったルートはかの有名なゴールドコースト観光コースだったの。だからネゲントロピーの部隊はただの観光に来てて、偶然ヴィランデルと出くわしちゃったんだって言えば通るよ。そんな口実、わらじ虫でさえ信じないわよ。いや、いけるかも。ファンタジーっぽいものの明らかな論理の破綻がない。試してみよう。どうでした、学園長、うまくいきました？信じてくれたね。まさか正直すぎるあまりおバカ同然なのかしら。ヴィランデルは話のわかる人だと思っていたよ。いいお友達になれるかも。
ウォーミングアップの時間だね。よし、はい、はい、うん、審判の時は来た。ウィンズだからみんなに分けて。キエナのターン。花火でもする？やっぱり地面に足がついてる方が安心だね。私の番、文句はないよね。よし、うん、はい。過去にもこの道を歩いた人もいたんだよね。キエナのターン。ウォーミングアップ。バッケン。私は真っ暗な空を燃やし尽くし、光をより彼方へと届ける。